Jam the world. The cutting edge. J-Wave Jam the World ジャーナリストの青木治がナビゲートしています。続いてはカッティングエッジのコーナーです。いよいよというかついにというかとうとうというかですね、トランプ次期大統領が正式な大統領に就任する就任式まで6時間切りました。正確に申し上げますと日本時間の日付が変わった21日午前1時半から、まあ、就任式が始まって午前2時に正式にアメリカの第45代大統領に就任するということになります。就任式が行われるのは毎度ですけれどもワシントンの連邦議会議事堂前ということになるんですけれども、皆さんこれはもうご存知でしょうね。トランプ次期大統領の就任式、まあ民主党の議員を中心に議員とかですね、あるいはその有名人が次々とボイコットをするというような事態になっています。支持率も 40% ちょいくらいですかということで、まあこれは歴代大統領にしては異例の低さということになってますし、まあさらにデモもですね、この規模を過去で最大レベルになりそうで、もうすでにね先ほどニュースになりましたけれども、ニューヨークではデモなんかも行われているようで、まあこれは起きて欲しくないですし、まああんまりこう懸念したくないんですけれども、テロの心配もあるようですね。一方トランプさん、これ就任初日から大統領をその、大統領令を発令するんじゃないかなんてことも言われてるんですけれども、まあその就任演説も含めてどんな就任式になるのか、まあこれ他の国の大統領じゃないかって言いたいところなんだけれども、いかんせんアメリカの大統領世界中に巨大な影響力を持ってますんで、世界中の注目を集めています。そこで今夜なんですけれども、今夜のカッティングエッジなんですが、就任式が間近に迫ったワシントン、アメリカの現地の様子について、もう現地で取材されているジャーナリストの津山恵子さんにリポートしていただきたいと思います。津山さん、こちらの時間です。こんばんは。あ、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。津山さん、今どちらに今、ワシントンですか？はい、ワシントンの Airbnb に泊まっています。そうですか。そちらの時刻は今何時になるんでしょうかね？午前6時半近くですね。今日の J-Wave のカビラさんの番組にご出演された時には、なんかワシントンに近づけないというようなことをおっしゃっていましたけれど、大丈夫ですか？入れたんですね、ワシントンに。あ、はい、連邦議会議事堂の近くまでは行かれたんですけれども、はい、そこから出るのが大変で、 Airbnb にたどり着く前に、放送時間になってしまったので、そういうふうに申し上げました。それだけ、まあ、警備の状況がかなり厳しいっていうことですか？それとも人手がすごいってことですか？私はオバマさんの大統領就任式も過去に2回取材したんですけれども、はい、今回ほど警備であるとか道路封鎖が、厳しいのは、過去の2回では見られなかったことだと思います。例えば、連邦議会議事堂からホワイトハウスまで数キロ、就任した新大統領のパレードがありますけれども、うん、この通りと歩道の間に、まあ、アメリカの警察の鉄柵が、あるんですね。はい、で、オバマさんの時はそれは一重だったので、うん、実は乗り越えたり、まあ、柵と柵の間をずらしたりしてパレードの通りに入ったりしてるんですけれども、はい、今回はそれが二重になっています。まあ、そういう意味でも、うん、非常に、はい、まあ、明日土曜日にですね、うん、デモが、開かれていて、そして、昨日木曜日からそのデモに参加する人たちが、まあ、続々とワシントンに入ってきているので、うん、まあ、本当に2つの、異なる、考え方を持った人たちがこのワシントンの街に集中しているということで、警備が厳しくなっているんだと思います。歴代の大統領、特に、まあ、ブッシュさんですね、時なんかはそのやっぱり反対派の人たちがワシントンでデモをやったんだっていうようなお話もよく聞くんですけれども、やっぱり津山さん、こう今回のいわゆるそのアンチトランプの人たちの数とか雰囲気っていうのはやっぱりこれまでと比べても多い、圧倒的っていうことになるんでしょうかね？そうですね。オバマさんの時はもう反対派という人たちがいなくて、うん、もう本当に楽しそうな、観光客気分の、支持者の人たちだけしかこの街にいなかったので、うん、これだけ多くの、デモの人たちがですね、もう本当にバスをチャーターして、あるいは車に乗り合ってですね、ここに、来ているので、非常にこう緊張感が高まっていると思います。支持率がですね、まあ、就任前ですけれども歴代の大統領に比べてかなり低い
まあ、異例の低さの 40% 台だっていう報道もあったんですけれども、現地で取材されていて、そのいわゆるそのトランプさん、一方でトランプさんを支持している人たちってのもいるわけで、現地でその感じるその様子、まあ、トランプさんに対するこうなんていうかな、市民の様子っていうのはどんな感じですかね。そうですね、私が住むニューヨークは民主党支持あるいはリベラル派、まあ、市民が多いので、うん、本当にここ 1,2 週間、トランプ新大統領が生まれるということで非常に暗い雰囲気だったんですけれども、うん、ワシントンに来たら、まあ、明日の就任式を楽しみにしている参加者の人たちが集まってきているので、あ、これだけ支持者もいるのだなと思いました、うん、それから、ブッシュさんの、1期目の就任式の参加者というのはおそらく40万人をちょっと切るくらいだったと思うんですけれども、はい、トランプさんは、今日90万人ほどが予想されているということで、うん、支持者の数的にはブッシュさんには勝ってるんだなというふうに感じております。つまり、そのある種本当にトランプさんが嫌で嫌でしょうがない人たちもたくさんいるんだけれども、やっぱり熱狂的にトランプさんを支持している人たち、あるいはその批判に対してトランプさんを応援しなきゃいけないじゃないかと思っている人たちもやっぱりかなりの人数いると、こういうことですね。そうですね、まあ、もう本当にこの国は今真っ二つに、分かれていると思います、うん、でブッシュさんの時と比べると、そんな100万人も反対派の人たちが集まったり、したことはなかったわけですよね。でも今回はもうとにかくここに来てデモをしなければならないという人たちがもう、グループ単位、あるいはもう一人でも、昨日私がニューヨークから乗ったバスの中もそういう人ばっかりだったんですけれども、うん、とにかくここに来て反対の姿勢を示さなければいけないという人たちが、まあ、こんなに多くいるというのはやはり、この国というのは今政治的に真っ二つに分かれているなと、痛感しています。トランプさんを語るときにやっぱりどうしても出てくるのがそのメディアとの、まあ、敵対関係というかですね、まあ、いわゆる既存メディアとの敵対関係なんですけれども、就任後初めての記者会見では、まあ、CNN とかなりその辛辣なやり取りがあったんですけれども、その就任式前にして各メディアですね、メディアといっても、まあ、そのリベラル系から、まあ、フォックスニュースのような保守系までいろいろあると思うんですけれども、これどんな報道ぶりになってますですかね、今回の就任式について。これはアメリカの報道機関はみんな頑張っているなと私は思っているんですけども、うん、選挙戦当時と変わらず、批判記事も、本当にたくさん、載せています、うん、まあ、閣僚人事に対する批判であるとか、あるいは、過去の、言動に対する批判というのを、まあ、一生懸命続けているので、うん、この状況というのはメディアの姿勢としては、就任後も変わっていかないのだろうなと、それを強く私としても、願望しています。どうなんですかね、これ例えばね、僕はそのアメリカのメディア大統領就任の時のこう雰囲気ってのは今一つ僕は現地で取材をつまびらかにしたことないんですけれども、例えば大統領選挙の時にそのメディアっていうのはアメリカのメディアっていうのは比較的この候補を応援するなんてことをやるわけなんですけれども、オバマさんの時あるいはブッシュさんの時なんていうのもやっぱりこう批判的だったんですか、それともやっぱりこうそうでもやっぱり候補、人によってこう温度差っていうのはメディアの雰囲気ってのはあるもんなんですか。いや、もう今回はかなり異例の事態だと思います、うん、オバマさんの時は、まあ、本当に、昨日の前夜の、コンサートであるとか、うん、パーティーの時点からですね、うん、CNN などには、民主党、支持者の、コメンテーターが、まあ、本当におしゃれなコートを着てですね、うん、でまあ、みんな笑顔で、就任式あるいは就任前のイベントの報道をしていたんですね、はい、でも、昨晩、CNN あるいは他の、報道機関もですね、まあ、非常に批判的なコメントも多く、それからそういうおしゃれなコートを着た女性コメンテーターもいなくてですね、本当にびっくりしました。なるほどね。これね、今番組宛て、ジャム・ザ・ワールドのこうツイッターを見ていたらですね、僕もすごいこのその通りだなと思うコメントがいくつかあってですね、例えばこれ4年持つんだろうかなんていうコメントがあってですね、これずっと津山さんアメリカで取材をされていて、このトランプ大統領、先ほど津山さんおっしゃっているようにこうアメリカがまあ分断されているっていう状況なんですけれども、これどうなるというふうに、こう個別の政策をともかくとしてアメリカ社会っていうのはどんなふうになっていくのかななんていうふうにこうお感じになってますか。まず私が住んでいるニューヨークでは、何かまあ財政面であるとか金銭面でですね、不祥事が起きて、はい、断崖
されないだろうかという希望がですね、まあ本当にまだ就任もしていない大統領に対してそんなことを言うのかなと思うんですけれども、はい、そういう話をしている人たちが非常に多くいます。それから私個人としてはやはり日本から来ているので外交の面でですね、まあ非常に恐ろしい発言をしたりですね、まあ敵対的なことをですねこれまでの同盟国に言ったりして世界中がこうギクシャクするようなことが起きなければいいなというふうに感じています。なるほど。あれ話がぐるっと戻っちゃうんですけど寒くないですか？天気は大丈夫ですかそちら？はい、実は2009年のオバマさんの就任式は零下10度の中を、先生を待っていたんですね、はい、で本当に寒かったんですけども、今朝は、プラスの3度とか4度ぐらいなので、かなり暖かく感じています。なんか雨が降るとか降らないとかっていう話だったんですけどそれは大丈夫ですか？雨は降ります。降ると思います。で傘を持ってきてはいけないと、いうことになっていてですね、はい、その持ち込み荷物に対する、規制も非常に、高くてですね、はい、例えば大きなカメラを持ってきてはいけない、それからバックパックはいけない、傘もいけないということになっているので、私は雨がっぱを、初めて買いました。そうですか、はい、わかりました。寒いと思いますので気をつけて取材されて、また就任式どんなだったかも含めてこの番組でいろいろ、お伝えください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。まあとにかく異例ずくめの就任式のようですね。ブレイクスルーのコーナーでもちょっとトランプ政権についてはまた考えてみたいと思います。以上カッティングエッジでした。Jam the world. The cutting edge. J-Wave Jam the World. ジャーナリストの青木治がナビゲートしています。続いてはカッティングエッジのコーナーです。いよいよ。というかついにというかとうとうというかですね、トランプ次期大統領が正式な大統領に就任する就任式まで、6時間切りました。正確に申し上げますと日本時間の、日付が変わった21日午前1時半から、まあ、就任式が始まって午前2時に正式にアメリカの第45代大統領に就任するということになります。就任式が行われるのは、毎度ですけれどもワシントンの連邦議会議事堂前ということになるんですけれども、皆さんこれはご存知でしょうね。トランプ次期大統領の就任式、まあ民主党の議員を中心に議員とかですね、あるいはその有名人がたいと思います。須山さん、こちらの時間です。こんばんは。あ、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。須山さん、今どちらに今、ワシントンですか？はい、ワシントンの Airbnb に泊まっています。そうですか。そちらの時刻は今何時になるんでしょうかね？午前6時半近くですね。今日の J-Wave のカビラさんの番組にご出演された時にはなんかワシントンに近づけないというようなことをおっしゃっていましたけれど、大丈夫ですか？入れたんですね、ワシントンに。あ、はい、連邦議会議事堂の近くまでは行かれたんですけれども、はい、そこから出るのが、大変で Airbnb にたどり着く前に、放送時間になってしまったので、そういうふうに申し上げました。それだけ、まあ、警備の状況がかなり厳しいっていうことですか、それとも人手がすごいってことですか？次々とボイコットをするというような事態になっています。支持率も 40% ちょいくらいですかということで、まあこれは歴代大統領にしては異例の低さということになってますし、まあさらにデモもですね、この規模を過去で最大レベルになりそうで、もうすでにね、先ほどニュースになりましたけれども、ニューヨークではデモなんかも行われているようで、まあこれは起きてほしくないですし、まああんまりこう懸念したくないんですけれども、テロの心配もあるようですね。一方トランプさん、これ就任初日から大統領令を発令するんじゃないかなんてことも言われてるんですけれども、まあ、その就任演説も含めてどんな就任式になるのか、まあ、これ他の国の大統領じゃないかって言いたいところなんだけれども、いかんせんアメリカの大統領、世界中に巨大な影響力を持ってますんで、世界中の注目を集めています。そこで今夜なんですけれども、今夜のカッティングエッジなんですが、就任式が間近に迫ったワシントン、アメリカの現地の様子について、もう現地で取材されているジャーナリストの津山恵子さんにリポートしていただきたい。
私はオバマさんの大統領就任式も過去に2回取材したんですけれども、はい、今回ほど警備であるとか道路封鎖が、厳しいのは、過去の2回では見られなかったことだと思います。例えば、連邦議会議事堂からホワイトハウスまで数キロ、就任した新大統領のパレードがありますけれども、この通りと歩道の間に、アメリカの警察の鉄柵が、あるんですね、はい、でオバマさんの時はそれは一重だったので、実は乗り越えたり、柵と柵の間をずらしたりしてパレードの通りに入ったりしてるんですけれども、はい、今回はそれが二重になっています。そういう意味でも、非常に、はい、明日土曜日にですね、デモが、開かれていて、そして、昨日木曜日からそのデモに参加する人たちが、続々とワシントンに入ってきているので、本当に2つの、異なる、考え方を持った人たちがこのワシントンの街に集中しているということで警備が厳しくなっているんだと思います。歴代の大統領、特に、ブッシュさんですね、時なんかはそのやっぱり反対派の人たちがワシントンでデモをやったんだっていうようなお話もよく聞くんですけれども、やっぱり須山さん、こう今回のいわゆるそのアンチトランプの人たちの数とか雰囲気っていうのはやっぱりこれまでと比べても多い、圧倒的っていうことになるんでしょうかね。そうですね、オバマさんの時はもう反対派という人たちがいなくて、もう本当に楽しそうな、観光客気分の、支持者の人たちだけしかこの街にいなかったので、これだけ多くの、デモの人たちがですね、もう本当にバスをチャーターして、あるいは車に乗り合ってですね、ここに